九州魅力ミュージアム。今回は北九州市立美術館ルーベンス展。ナビゲーターはトギーさん。17世紀のバロック時代、ヨーロッパで名声を轟かせた画家ペーテル・パウル・ルーベンス。今日は北九州市立美術館でどんな作品に出会えるか楽しみです。北九州市立美術館で市制50周年を記念して開催中のルーベンス栄光のアントワープ工房と原点のイタリアでは、主にルーベンスがイタリアで活動していた時代やベルギーのアントワープ工房で制作した作品などを展示しています。さあ、入ってすぐのこの立派な作品なんですけども、これはどういう作品ですか？これはローマの建国伝説をもとに描かれた絵で、この双子がロムルスとレムスというんですけれども、見ていただけると分かるんですけども、非常にプニプニした赤ちゃんの体の感じですとか、狼の毛皮の柔らかい感じですとか、本当に生き生きとした形にルーベンスのその描写力が非常に伝わってくる作品です。まあ、それから陰影というか、このやっぱり双子が主役なんだっていう、そうですね、はい、バロックらしい影の中で、暗い画面の中で双子が引き立つように描かれていると思います、ルーベンスは生涯で数千点の作品を残したと言われています。その多くが故郷アントワープの工房で制作されました。今回の展覧会では初期のイタリア時代とアントワープ工房の活動に焦点を当て、画家自身の卓越した作品を軸に、工房作品、専門画家との共同制作作品、ルーベンスが直接指導して制作させた版画などおよそ80点を見ることができます。ルーベンス栄光のアントワープ工房と原点のイタリアは6月16日まで開催しています。今回のルーベンス展、ベルギー、イタリア、フランス、そしてオーストラリア、アメリカから一堂に彼の作品がここに集まっています。この機会にぜひ見に来ませんか？